尼子衆とは基本的にはこの常久、春久、で、その息子の義久。まあ、この三代、この常久の、孫にやっておりますけど、この春久は。常久、春久の頃に、大盛期を迎えて、春久の死後わずか数年で、滅亡していくという尼子衆を、まあ、見ていきたいと思います。尼子衆は、ざっくり言うとこういう家系です。京極氏の祖は、京極同様。まあ、有名な、バサラ大名ですね。その孫の高久、これが尼子の滋賀県の尼子、に尼子号に入ってそこを名字の地としています。この持久の代に出雲の守護代になって出雲の国に赴任していると。まあ、この高久の頃に出雲の、守護代になっているかなということで、出雲の、守護代として力を持っていって、で、それがずーっと続いているという、まあ、割合、単純な形になっています。こちらが、京極の本家で、まあ、あと、持ち清とかそういう風になっていって、高吉から最後、高継ぐ高友で、こちらの方は近世大名として残りますが、尼子家の、尼子氏の方は、残りませんでした。はっきりしないんですけども、まあ、一説ではこの山中、尼子、持ち久の息子の山中幸久の子孫が、山中鹿之助で有名な、山中幸盛と。山中幸盛、山中鹿之助が、まあ、尼子家の重臣であることは事実です。まあ、他に、有力な重臣としては、亀石などがあります。尼子氏の始まりですけども、京極高秀の、次男の高久。この高久は近江の守護代に、なっています。近江の正守護はこの高明で、弟の高久が、近江の守護代であって、近江の国に、まあ、守護代言うと実際には在京するケースが多かったので、守護代自身も。尼子高久もおそらく尼子のうちに屋敷を、構えておいたものをおそらく在京していたとは、というふうに思われます。この尼子号から乗ってます。で、高久の次男の持久が14世紀の末に山梨と争っていると。要するに、京極氏の、領国っていうのは、守護になったのは、近江の、北半分、それから飛騨、出雲、隠岐、この4カ国を京極氏は、確保したわけですけども、その出雲の国っていうのは、まあ、山陰地方に、力を広げている山梨との係争があり、出雲の国に、守護代として現地に赴任せざる、すると、いう形になっています。で、この持久は割合長く、守護代を務めた後、清貞が応仁元年頃に守護代を継承しています。応仁の乱後、京極氏の影響力が減退していく中で、反京極運動、守護の京極氏に対立する、まあ、黒人領主層、こういったものを抑え込んでいって、出雲東部を支配下に置くと。当時の出雲、現在の島根県の、東部に当たりますけども、出雲の東部の部分が、尼子氏の支配下に入っていて、西部の方は、円谷氏という、これまで佐々木一門なんですけども、円谷氏が力を持っていたと、いうことになっています。出雲の国の東半分を支配し、する施設なんですけど、守護代として。これが尼子氏の始まりです。有名なのは、常久、春久、それから義久。この、三代までに急速に膨れ上がり、そしてあっという間に、滅亡していくというのが尼子氏の特徴です。で、尼子常久は、1458年に生誕し、1470年に上京して、正守護本家の京極政経の下で成長しています。ざっくり言うと、出雲の国の、帰国後に黒人領主との結びつきを強めていって、京極氏から自立していくという戦国大名化していくのは、まあ、この常久の時代です。特に尼子氏は、先ほど、申し上げましたように、東出雲の方に、地下を持ったんで、西出雲の方にいた円谷氏との、対立構想関係があり、まあ、最終的にこの尼子、常久が円谷氏を支配下に、組み入れていくという形で、出雲の国一国を、まあ、支配するようになるということになります。ところが、まあ、常久、いきなり、京都から出雲に帰ってきてみると、やりすぎたのか、京極政経から、守護代解任という、そういう浮き目にあっています。政経にとってみりゃ、この常久がかなり勝手なことをやっていたということのようです。円谷氏、
これも須崎一門なんですけど、どういうあれかと言いますと、須崎氏の子祖である、須崎秀吉の五男の義清が、そうです。で、この須田綱、これがいわゆる近江源氏を、作っていって、六角峡谷などに入ってきますけども、円谷氏は須崎義清、これが祖先です。で、義清は出雲の守護になってました。鎌倉時代はこの、だから義清の子孫である円谷氏が、代々守護を務めてきています。で、有名なのはこの円谷高貞ですね。この円谷高貞は、後醍醐天皇に従い、まあ、鎌倉幕府の、出雲の守護だったんですけども、後醍醐天皇が隠岐で、挙兵して、蜂起の国にできて、そこで、戦場祭で旗揚げたときに、いち早く、後醍醐天皇に味方するなどして、剣武の神聖でも、非常に、重要視される人物であります。あっさりこの、高貞は、まあ、鎌倉幕府を裏切っちゃったと。後醍醐と高氏は対立すると、今度は高氏に従って戦功を挙げていきますが、1341年、室町幕府が発足した直後に、謀反の嫌疑で、足利忠義からの、追討命令を受けて、桃井直忠常らによって、討伐されると。で、まあ、これに関しては、南朝との、通謀があったんではないかという、議論があって、この南朝との通謀の、嫌疑、これはおそらく実際南朝と、たまたかけようとしたんじゃないかという形が今のところ多数説になっています。これが太平記になりますと、河野諸直との対立説、つまり河野諸直が円谷高貞の妻が美人なんで、吉田兼好に恋文の代筆をさせてやったけども、それを振ったんで、河野諸直が断言したというふうに河野諸直は悪者に、仕立て上げていますが、これは全く根拠も何もない。諸直はおそらくこの円谷高貞には全く関係がない。この高貞討伐は、足利忠義と桃井忠常らによって、行われているというふうに考えられています。ただ、この円谷高貞の話は、後に、金出本忠臣蔵で円谷判官、字が違ってますね。正しくはこちらなんですけども、金出本忠臣蔵はこちらになっています。この円谷判官のモデルになっています。いわゆる、浅野匠の神の、ですね、役割ですね。河野諸直が、吉良上野介、円谷判官の、家来である大星由良之助となったらもうそれは幕府アウトにするわなという。高貞は、滅びましたが、この高貞の弟の時綱の系統が存続して西出雲を支配していると。で、これが尼御師と対立構想を繰り広げるというそういう形になっています。常久が京極氏から自立していくその背景には、この京極騒乱と言われるもの、これまた京極氏のところで詳しくありますが、ざっくり京極騒乱を ざっくり言うと、これ対これの戦いなんですね。それにこの勝秀が早死にしちゃったと。で、持ち清も、死んじゃったと。そうなった時に、この両者が、対立すると。正光と乙道寺丸が、西軍に行っちゃって、正常と、この二人が東軍に行っちゃうという、そういう形。もともとこの京極持清は東軍型の主力ですよね。彼は東軍型の主力だったんですけども、この正光と乙道寺丸が、対立したと。その折を食らって、京極氏というのはこの、仲間割れ。さらにそこに、六角氏が絡んでくる。あるいは六角、それから重臣の高家。この多賀家の中でもこの京極持清の代理説、ものすごく活躍したのが多賀忠隆という人物なんですけども、この多賀忠隆に対する、反発等もあって、ぐちゃぐちゃになるわけです。で、最終的にこの孫道寺丸が死んで、その煽りを食らって、まあ、正常は、出雲の国に下校してくるわけですけども、その出雲の国に下校してきて、1508年に出雲で死んでいます。その息子の木宗は、そのまま、残り続けたんですけども、彼は乙道寺丸、元服して高清、この高清と、戦って、最終的にこの高清と和睦したんですが、騙し討ちにされて殺されちゃうと。で、この吉道寺丸はこの正常ともに出雲に来とって、で、正常は死ぬ時に吉道寺丸の後見を守護代の、尼子常久に頼んだんですけども、吉道寺丸の消息はそれ以降は全く不明であって、吉道寺丸がは大量の佐々木家に、こうつとある文書を持ったんですね。それも接収 しちゃったんで、まあ尼子常久が邪魔者の吉道寺丸を殺しちゃったとしても不思議ではないと。吉道寺丸の所在が不明になった
段階では、出雲の、守護は、事実上天越が支配すると。で、京北氏はこの戦いをつあのこういった内向を繰り返していた結果、出雲を天越に、飛騨を、三木に、沖を沖氏に、それぞれ、それぞれ守護代にしとったんですけども、この守護代に、領国を奪われるという形で、北近江半国の、小大名に転落すると。北近江半国でも立派な大名なんですけども、実際には、北近江半国の、つか、湖北の、三軍の有力国人であった浅井氏に取り込まれていく形で、浅井の、庇護のもとに存在する名目だけの存在になると。いう形になってしまいます。天越常久の活躍が、まあ、ここから始まるわけですね。本格的に。天越常久、一つはこの山陰の雄英という形で、まあ、天越常久が大きく、飛躍する、大きな企画としては、この、大内義興に従って上洛していると。彼は、まあ、そういう意味では京都に割合、関係が深い。京都の方を割合向いている、大名であるとも言えます。若い頃に京国摩擦のもとで、まあ、育ち、再び京都に戻ってきたと。大内を正気に従って上洛。で、船岡山合戦で活躍してます。つかまあ、参加してるみたいです。目立った活躍はなかったみたいですけども、これは細川高国と細川住元の争いですね。正気と組んだ高国。それに対して足利住を、抱える杉本。で、この結局これ、杉本が敗れて、高国義興が天下を抑えて、足利義実が、まあ、再び将軍に返り咲くと。で、この時に、毛利義元、あるいは布施義房、こういった大内氏の元の有力国人である毛利氏、あるいは大内氏の重臣である布施なども、参加しています。常久は、三男の沖久を、この円谷氏が、まあ、仲間割れを繰り返し、仲間割れを起こして、つか、まあ、内紛を起こしたときに、漁夫の利で、この三男の沖久を円谷氏の養子に入れることに成功して、円谷氏を支配下に組み入れると、いうことになります。で、この沖久は、もちろん、この大内義興から、返記を、授与され、さらに国久はこの細川高国の国通じを与えられて、自分の息子たちに、それぞれ細川高国と大内義興から、一時配慮するという形で、この、義興高国との、関係を強めていくと、いうことになります。その後、常久は義興はそのまま、しばらく京都に10年居続けましたけども、常久はそのまま、船岡山合戦を終えると、一旦帰国して放棄の国に、侵攻していきます。周りの国々に勢力を広げていくと。ただ放棄の国に、侵攻したときに、自分の、嫡男の天越正久が、戦死するという悲劇に見舞われます。1517年には石見の前守護であった山梨と組んで大内氏の石見の拠点を、まあ、攻撃していると。だからまあこの頃になってくると室町幕府の力は田舎までは好きにしろとなってきますから、守護は結局、後付けで与えられるケースが増えてきますんで、まあ、山名は岩見の支配力を失うと、守護も大内に変わってしまうと。ということになります。で、大内氏の、岩見の拠点を攻撃すると。いう形で、岩見の方にも力を持っていくようになっていきます。島根県の東部を中心に、そこから、放棄の国、つまり鳥取県と、それから、島根県の西部の方に、力を伸ばしていくという形ですね。山陰の方面を抑えていこうと。で、1520年には出雲全域を、完全掌握することに成功しますが、同時に国境を接する備後、あるいは安芸の、勢力との圧力が今度は増えていきます。天越氏としてはそちらの方との戦いも増えていく。天越氏は、まあ、そういう意味では、戦いに続く戦いということになります。1521年には岩見の国、それから安芸の国、二面作戦で、この両方に侵攻していきます。この頃、安芸の国の国人毛利元就は、天越常久の支配下に入ってましたけども、安芸の国には大内氏がこう入ってきてると。安芸の国の国人としては、どうやって大内氏の勢力を排除するか、大内氏の安芸の、国への影響力をどうやって、まあ、抑えるかと
いうことに不審せざるを得ないわけですけども、毛利元就が選んだのは、尼子を、常久と組んで、大内義興を、大内義興義高を、抑えると、いう形で、まあ、毛利元就が、鏡山城を、まあ、陥落させています。常久と元就、お互い、まあ、利用できるものを利用しようということですから、当然、相互不信に陥っていくと。で、さらに、毛利元就、彼は次男坊ですけども、毛利沖本の息子が本来続いて、毛利元就は、それを貢献したんですけども、その毛利家の、まあ、家督者であった元就の甥が、廃人したことで、常久はそこに、自分の生き残った人物を毛利家の家督に継がせようとしたんですが、元就はそれを拒否すると。そういう、毛利氏に対する介入に、反発した、元就は尼子から大内に離反してしまって、安芸国では、尼子氏の力が減退すると。で、さらに1526年には、蜂起の国、備後の国、の元守護である山梨が尼子氏から、離反すると。まあ、結局、尼子氏がこういう山陰方面で、一人勝ちの形になっていくと、まあ、山名としては結局尼子の支配下に入っていくのか、それとも、離反するのかという、難しいものを迫られるわけですけども、まあ、山梨はここで離反を選んだと。1527年には、常久が備後に、出兵しますが、山梨も単独で尼子と戦いなので、当然、大内氏との、結局大内氏と尼子氏の両天秤になるわけですけども、備後に、救援に来ていた末沖房に、常久は、敗北すると。なかなかだから出雲から外にはなかなか行けないと。1530年には、円谷沖久の乱が起こります。円谷氏を継いでいた三男の沖久が、常久に反旗を翻し、そういう中で常久は、大内氏との、和睦を選び、大内氏と和睦して沖久を、鎮圧して、殺害します。だからまあ、常久は割合、尼子氏の夕日のきっかけとは言われますけども、実際には彼の段階では出雲を統一し、石見の国に入っていったという感じですね。で、まあ、基本的には応仁の乱後、どっかの国に集中せざるを得ないという形で、蜂起、備後の国で、例えば山梨は結局蜂起の国、こちらを死守する方になっていくと。そういう時にビンゴ上がる秋になる。それから、秋も山根の、領空やったんですが、そのところはもうガラ秋になるんで、毛利元就、あるいは、大内義興、尼子常久。まあ、こういった連中の草刈り場になると。いうことが割合あったようであって、まあ、三河が、一色氏が、境外化した後は、松平、織田、それから、今川の草刈り場になるとか、まあ、尊いもそうですね。その柴家が撤退した後は今川の草刈り場で済まったと。まあそういうような、形になっていってる感じに、でまあです。尼子常久一回将来解任されてますよね。はい。これ解任された大きいんじゃないんですか。また復帰できるんですか。こういうの。ここで常久に代わるような強大な勢力ありや打撃ですけども、実際には実は正常にはオペレーションがほぼなくて、守護代解任して、これで黒人が離反するかどうかというところで、結局離反しなかったら、これもう正常の負けなんですよね。黒人たちがどっち動くかが鍵なんですか。その黒人たちの支持は大きいと思います。黒人、あるいは非官層、そういった、まあ、黒人はまあ非官ですね。そういう非官層の動向というのは、まあ、室町時代は結構そういうのは大きいですね。特に京極氏のように若干ガバナンスを失ってると、これが大内やったらまた多分違うと思うんですよ。京極の場合、結局、だから六角と京極の差っていうのを、その辺で、近江の国を、どの程度、近江の北半分で結局、浅井の台頭を許すか、それとも、ギリギリで耐えしきるかの違いで、六角と京極の関係っていうのは多分あって、結局、まあ、最終的にああなっちゃう京極のガバナンスの弱さっていうのはあるんじゃないかなと。まあ、六角の場合、他に、よそに両国持ってませんから。これどこかに、ね、集中していかなあかんとして、
例えば山名の場合ね、なんで秋やビンゴを捨ててね、ほうきと今から見れば、秋やビンゴの方がええんちゃうんと。結局、多分あの、悲観とかの強さの問題もあるんでしょうね。例えば、あの芝かって、あの、尾張ってちょっと小さいよなという、とうとう見行けよかったのに、結局、尾張を選ばなきゃいけないのは、結局、まあ、芝をこう、面倒見てくれるのが、あの、織田しかいなかったと。蜂起の国は、山の重臣の柿屋が、まあ、仕事やってたんで、その柿屋が多分裏切らなかったんですよ。どれでも選べるってわけではないんですね。うん。多分選択して自分でなかなか選べない。仕事して立ててくれるとこへ行かないといけないと。うん。だから、やっぱり、南北朝期がかなり早くから守護を当てるところはやっぱりの、残っていくかなという。ただ、山名の場合、秋の国っつうのは、例えば、足利義持の頃に一時山名時宏が謹慎処分食らった時には、やっぱり秋の国が無法状態になって、羅生門、日本公録でも、早期刑がやってくるときに、ここは、海賊が暴れとるというふうなこともあるんで、なかなか秋の国は難しかったかもしれませんね。で、こう常久は長男は戦死して三男は裏切るんですよね。なかなかあれですね、人生思うじゃらん人物ですね。で、結局家督はこの次男が継ぐことになるんでいす。や、家督は最終的に死んだ嫡男の孫が継いでます。結局家督はこちらが常久の次はこちら続いてます。で、これは、新宮党として、自律性の強い、出雲西部の支配になっていきますが、後にこれ、春久に、この国久と実久のこのお二人は、粛清されてます。先取りですけども。だから結局、孫ですね。一応、嫡系が家督を継いだわけですね。そうですね。だからまあ、ここにあれか、浮久がおって、これが縁やということですね。この人が戦死した後、春久がついてます。まあ、この常久の場合、常久は、暴政と言われるんで、ものすごい、なんか、すごい大名というイメージありますけども、まあ、思うほどこの時には広がっていないと。常久の段階で確保できてたのは出雲だけなんです。ほぼ出雲。あと、まあ、石見にちょっと手出ししてると。出雲のはいいとこなんでしょ？両いいと国。こみたいですね。意外に日本海交易の、オバマと、赤間ヶ関、博多を結ぶルートにもなってますし、尼子一族は割合意外と、交易にも絡んでますね、この人ら。出雲にいい港があるんですか？日御碕の近くからあるみたいです。出雲大社の、先っぽの方の日御碕神社付近に港があって、どうも尼子はそこの、出雲、現在の、大社町の、現在灯台がちょっとあれになってますけども、日御碕あたりに港があって、尼子はそこの港を、まあ、拠点したみたいです。出雲からだと朝鮮半島には行かな行きます、行きます。い。あ、行くんですか。行きます。朝鮮半島にも行きますし、明の、商船なんかも入港したり、尼子の重臣であった亀井惟則は、シャムとの貿易もやってます。南蛮貿易にも手を染めたみたいです、尼子は。じゃあ、攻撃からの収入もあるんですね。かなり行ってます。で、その港を管理する、管理したのがどうも日御碕神社ですね。だから尼子は日御碕神社を非常に重視すると。で、この日御碕と対立している出雲大社とは喧嘩すると。出雲大社ってこの頃まだそういう軍事力みたいなの持ってるんですか？一応、まあ、やっぱり古い出雲国造家ですから、まあ、有力な黒人的なものですね。この尼子対立はこの千家の方ですね。これ大きくなろうと思うと、大内なんですね、影響力が大きいのは。まず大内ですね。あと、それから山の残骸とかあたりをまあ狙っていくか、大内とぶつかるか。で、大内も山の残骸を狙ってますからね。
まあ、結局、まあ、大内との、覇権争いになりますかね、これは。逆に言うと、山田はこのこと落ちぶれかけてるんですか？そうです。大仁田の頃はもういっぱい主語持ってましたよね、山田って。うん。秋からビンゴから。結局、山田なんであんなに急に衰えてたのか、ちょっと私も、なんであんなに急に蜂起、結局蜂起一国に転落できますからね。蜂起、ビンゴ。あたりが結局残ったのか、最後まで残ったのかな。で、ビンゴは結局、アマゴに取られちゃうんかな。田島持ってましたよね。あ、田島は一応残りますね。田島守護と、田島守護家と、蜂起守護家はそれぞれ家が違いますが、まあ、この両方とも一応残ります。家が違うんですか、あれ。うん、田島守護家、田島、曹禅の子孫は確か、あれは、田島の方やったかな、蜂家とかどっちかが曹禅のあれで、もう一つは山名広隆のあれなんですよ。曹禅のいとこぐらいの感じ。山名一門結構いろいろあって、うん、結局まあそれを束ねてたのが曹禅。だから曹禅が死ぬとばらけるし、力を失っていくし。で、その山名が死後から脱落したところを、大内とか尼子とか狙っていくわけですね。そういう感じなんですね。で、尼子としては西の方にはもうなかなか行けないから、東の方での東の方に行こうとすると、大内との、まあ、関係は難しくなると。あ、西へ行けば絶対大内とぶつかるんですね。そうです。うん、で東へ行く。東へ行くしかない。大内は強いから。でも東へ行くとなんかいいとこ、空いてそうな気がしますけどね、岡山とかね。結構空いてますね。備前とか播磨の方も赤松がいますけども、こちらもガラ開けるやけども、ガタガタですからね。でも常久の代で京極から自立して出雲を固めたというところですね。